大谷選手がメジャーリーグのオールスターゲームに初出場した時の様子です。通路に並んだ記者たちの中に高校の同級生を見つけた大谷選手はその同級生をからかったのです。大谷選手からちょっかいをかけられたのは大谷選手の高校時代花巻東高校で同級生だった小原大樹さんです。小原さんはアメリカコロラド州デンバーで開催された MLB オールスターゲームとホームランダービーを取材するためにアメリカを訪れていました。花巻東高校時代の小原さんは大谷選手とともにチームのダブルエースでした。小原さんはホームランダービーのあった12日から大谷選手にインタビューしようとしていましたがなかなかうまくいっていませんでした。しかし取材2日目に大きなチャンスが訪れました。大谷選手は世界中から多くの記者が集まる球場の裏でインタビューを終えました。その近くに小原さんもいました。インタビューを終えた大谷選手は小原さんに近づき、そして小原さんの額を叩いたのです。それから大谷選手は不敵な笑みを浮かべながら小原さんの横を通り過ぎていきました。その際小原さんと談笑していた通訳の水原一平さんに向かって大谷選手がこう言いました。あいつはろくでなしだからあまり関わらない方がいいよ。予想外の大谷選手の一撃に小原さんは見ましたか？ひどいですよね。本当に全然変わってないですねと発言していました。大谷選手が左手で小原さんの額を叩いたことについて小原さんは大谷選手が高校時代から寝るときは右腕を下にしないなど利き腕である右腕を大切にしていましたと大谷選手の野球への姿勢を話してくれました。この大谷選手のお茶目な行動を見た人たちはツイッターで以下のようなコメントを言っていました。スーパースターといっても同級生の前では普通の男の子なんですね。大谷選手とこんな絡みができる関係になれるなんてそれだけで羨ましすぎる。この大谷選手と同級生とのやりとりは本当に貴重ですね。大谷選手のこんなお茶目なところはめったに見ることができないですからね。私も大谷選手にこんなことをされてみたいです。大谷選手のお茶目なところといえばこんなこともありました。それはちょうど2年前の出来事です。エンゼルスは本拠地であるエンゼルスタジアムでシアトルマリナーズに9対2で勝利しました。エンゼルスは序盤から当時所属していたプホルスのタイムリーヒットやカルフーン、トラウトのホームランでリードを広げ2連勝しました。この試合に7試合連続で3番 DH として先発した大谷翔平選手。この日の相手チームの先発は日本の西部にいたルブラン投手でした。1打席目と2打席目は連続三振に倒れてしまうなど最後まで大谷選手のバットから快音は聞かれず、連続試合安打もこの試合でストップしてしまいました。結局この日の大谷選手は3打数無安打1四球、9試合ぶりのノーヒットでした。そんな試合だったのですが、この試合中のマリナーズの攻撃の時に大谷選手のお茶目なところを目にすることができたのです。この試合の3回ワンアウト2塁の場面でマリナーズのマレックス・スミス外野手が3塁への盗塁を試みました。塁審はアウトと判定しましたが、マリナーズベンチはこれに異議を唱えチャレンジを要求しました。その検証中、大谷選手はベンチでチャレンジ時に使用する電話を持ち何かを話しながら不敵な笑みを浮かべていたのです。このシーンに注目したのがアメリカの大手スポーツメディアであるジ・アスレチックのエンゼルス担当記者ファビアン・アルダヤ氏。彼は自身のツイッターで、これは本当に素晴らしい大谷翔平のコンテンツだ、これは大谷の珍しいお茶目なジェスチャーであり、普段の精悍な顔つきとはあまりにも違うので、大谷ファンにとってはたまらない瞬間だったに違いないとつぶやいていました。この話題に関する韓国の反応です。この人は本当に大谷の同級生なのかな？
大谷より10歳年上に見えるけど、それか大谷が童顔すぎるのかな。高校時代の監督が大谷をむやみに使わず、この人とダブルエースとして大事に使ったから、今の投手大谷があるんだね。でもこの叩かれ方はめっちゃ痛そうですけどね。最初見た時、大谷が記者を暴行したのかと思ったよ。まあついに大谷の素顔が見ることができてよかったよ。あまりこういう映像は見られないからね。この同級生は大谷に仕返しできなかったね。反撃するには大谷があまりにも大きな存在になってしまったってことかな。それとも反撃できないくらいびっくりしたのかな。でもこの人と大谷は本当の親友のようですね。あそこで無視せず親しくしてもらっただけでもすごく気分が良くなりますね。これは大谷がものすごく人をバカにしているようだけど、まあ同級生だからふざけていると思いますけどね。二人はものすごく親しい仲なんだと思います。でもかなり痛そうだからこの人が可愛すぎるとも思いますね。大谷が親友モードで叩いてから不敵に笑うのがめっちゃ可愛いですね。大谷とこんなことができる関係なんて、この友達が羨ましいと思う人がたくさんいそうですね。私もその一人です。ところでこの人は本当に大谷の友達で会ってるのかな。あまり同い年とは思えないんだけど、大谷が童顔すぎるだけなのかな。それにしてもしばかれた友達の表情がソン・フンミンに似てるんだけどな。いくら大親友でもあんなに強くしばかれたら気分悪くならないのかな。めちゃくちゃ痛そうだったからね。それにしても良い雰囲気だね。友達も優しくて、大谷は本当に温かい性格をしてるんだね。ろくでなしなんであまり関わらないでと言えるのは本当に親しい間だということだよ。親しい間柄じゃないとこんなことは言えないからね。友達が大谷とか本当に羨ましいよ。俺も大谷に一発叩かれたくなったよ。大谷選手が小原さんの額をはたいた時、通訳の水原一平さんも一瞬驚いたような表情を見せていました。その後に小原さんに大丈夫ですかと聞いていて、小原さんが大谷選手の友達だと分かった後は笑っていました。オールスターゲームということで少しピリピリしていたところ、地元の友達と会って大谷選手も少し和やかな気持ちに慣れたのかもしれませんね。それに周りの外国人の記者たちも爆笑していて、周り一面がほっこりとした雰囲気になってました。この後大谷選手は小原さんに対して、せっかく来てくれたのに飯も食えず申し訳ない、シーズンオフに日本で飯でも食おうと言っていたそうです。今回は以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。